野原の真ん中のボロボロのお家、住んでいるのは誰でしょう。おっと、これで今週壊した目覚まし時計は3個目だ。こんな風にとっても不器用な彼はミスター・クラムジーです。ミスター・クラムジーはラジオのスイッチを入れましたが、その拍子につまみを外してしまいました。おっと、これで今月壊したラジオは2個目だ。彼は玄関で手紙を取ってキッチンに行きました。そしてパンを1枚トースターに入れました。さて、誰からの手紙かな。ミスター・クラムジーは手を見ましたが、そこに手紙はありませんでした。彼が持っていたのはパンでした。どういうことだ。手紙は一体どこに消えてしまったんだろう。なんと彼はパンの代わりに手紙をトースターに入れてしまったのです。手紙はこんがりと焼けてしまいました。おっと、熱い。ミスター・クラムジーはパン入れに頭を突っ込んでしまいました。これはいつものことなのです。彼は世界一不器用な人物なのです。その日、ミスター・クラムジーは町へ買い物に出かけました。お肉屋さんでも、おっと、次に来たスーパーでも、おっと、帰り道でも、やっぱり、おっと、やれやれ。でも彼の買い物はいつもこうなのです。ミスター・クラムジーは家へ帰って夕食を作りました。こぼれたスープ、焦げたソーセージ、スクランブルしすぎた卵。ミスター・クラムジーのいつもの夕食です。おいしかった。彼はそう言うと椅子の背にもたれかかりました。おっと、さあそろそろ寝ようかな。目覚まし時計を仕掛けてもう寝るみたい。おやすみなさい、ミスター・クラムジー。あ、またやれやれ。これで今週4個目の目覚まし時計が壊れてしまいました。